はい、あたです。今日も一日、どんどんリビット外してワクワクだらけでいきましょう。どうか久しぶりっすね。なんかサボっちゃったね。サボっちゃいけないね。なんか,なんかバタ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 忙しくてさ。なんか気持ちがこう、あちこちに行っちゃったらなんか細かいやんなきゃいけないことがいっぱいになっちゃって。まあいいや、それ置いといて。先日、長倉健太さんと奴隷解放クラブやったんですよ。奴隷解放クラブっていうのは、俺と長倉健太さんと月に一回、とにかく飲む。 っていいうバカみたいな回なんですよごめんなさい今ちょっと足が痛くてはいあのまあ奴隷解放からもうご存知と思いますけれども奴隷状態から解放されようと世の中の奴隷社会の奴隷人間関係の奴隷そういう奴隷から一切解放されて大丈夫だンのリミッターを外して解放されていこうっていうのをまあ実践する回なんだけどまあそれでまた六本木で飲んだんですけどでこの間のイベントはねあのー、俺と中倉さんはどこにいるでしょうっていうイベントやったんですよ あの6時から飲み会スタートっつって場所全然教えないんですよ <laughs> まあ一応六本木だけ教えといてそれでメンバーに今中黒さんと乾杯みたいな写真だけこう送るんですね10分に1回ぐらいで後ろの窓にちょっとちらっとこうヒント映ってたりとかこれであの店のメニューをもちろん店の名前を見せたら分かっちゃうから店のメニューをカシャって写すとあイタリアンの店にいるんだなるほどみたいなそうするとまたちょっと今度窓の外を俺と中黒さんで見てる写真をカシャって撮るとあ 東京タワーがあの位置ってことは角度的にこっちだなみたいなこと言うので <laughs>、みんなで探してたどり着けって言うんですよ。やったんですよ。で途中、こう、この看板が見えるかなみたいな、またスタッフが表にいてカシャッと撮ったりみたいな。で、早い人で1時間ぐらい、六本木の街さまよって、遅い人でも2時間、2時間過ぎには全員集まったかな。えー、で、まあまあ飲んだんですけども、で、なんでこんなことやったかっていうと、まあ面白いからやったんですけど、大切なことは、さまよることが大切なんですよ。 彷徨うことの大切いやだから集まったメンバーがやっぱりみんな目が生き生きしてていつもみたいにさ今日は今,今月は何月何日の何時にどこ,ここの居酒屋集合っつって始まる時よりもたどり着いたほが目が輝いてんだよみんな格段にだってまあそれはそうだよなやっとたどり着けたっていう輝きとあとなんだかしんねえけどいろんなとこ行ってきたないろんな道歩ったなっていういろんなもの見たなっていう発見なんだよね 普段の日常から解放された日常のルーティーンから解放されることっていうのが大事だなっていうことを言いたかったんですよ。いいですかね。奴隷状態から解放されよう。何もない普段と同じ日常、昨日と同じ今日、今日と同じ明日。そんなことやってたら本当腐ってきますからね、えー。そういう呪縛から解放されるためにバカみたいなことをやろうっていう回なんですよ。まあまあまあ。そしてその後、 俺のの店んっ,気っ,ってみなでゃテキーラ飲んだことないとか言うからさもうテキーラみんなでカッて一気してカッてカッてこういうことかみたいなまあいろいろねやったことないことやってこうみたいな回なんですけれどもまあだからあなたもねあのさまよってみようさまようことによってこうちょっと脳が危機感を感じるじゃんあら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 ,あら,あらみたいなそして そういう状態になると情報がものすごく飛び込んでくるんだよ。なんだこれあれ何これみたいな。あれ気づいたみたいな。それをやってみたいと思います。なので今日はミッション今日、この動画を見てるあなたにミッションです。えー、家でも、あ、家はあんまりよくないな。学校、学,学校、会社、駅でいいや、繁華街は。いつも、いつもの、いつもの通勤、通学の繁華街にまず立て。いつもの場所でいいや。いつもの場所でいいや。そこから、まっすぐあるって。 どっち向きでもいいからまずまっすぐあるってそして5本目の路地を右に曲がってあのちっちゃい路地から大通りまで1本2本で数えてまっすぐあるって5本目を右まっすぐあるって5本目を左まっすぐあるって5本目を右さらによさらにまっすぐるって5本目を左どこについたそして何が見えたそれを まあ、よかったら報告してください気づきがある絶対にいつもの街だって5本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 だから別にそんな遠くは行かないよな、ね、いつもの街のテリトリーないじゃんでもこんな道通ったことねえとかあこんなとこにこんなのがあったのかとか気づきが絶対にあるまあ途中行き止まっちゃったら行き止まっちゃったでいいよ別にね、えー、やってみようこれやってみて あ別に報告はしなくていいけど、自分の中で新しい気づき、発見が必ずある。ので、えー、それを自分の中で噛み締めてください。そういう小さな非日常をゲットしていくことが、脱ドレーにつながるから。ね。よし、よかったら、ポルト中倉さんと飲みましょうあでした。